はいどうもキリハです。今回は新しく開催された総力戦ビナーのエリア適正やおすすめ生徒を解説していこうと思います。インセインまではかなり戦いやすい敵なんですけども、まあ、トーメントからねえらい難易度が上がるんで結構別ゲー臭くなります。そしてインセイン以降は敵の攻撃タイプが貫通になりますので、こちらの生徒は重装甲の生徒で挑んでしまうとかなり不利になります。まあ、とはいえ適性のある生徒が重装甲だったりするのでもうしょうがなく使うことも全然多いんですが、敵の全体攻撃で落ちてしまうか落ちないかで判断する感じになります。あと特徴としてはビナーの防御力が総力戦の中でも相当高い部類に入りますので、そのまま叩いても全然火力が出ません。防御力ダウンが必要になる総力戦ですね。そのあたりも考慮して編成する必要があります。今までのビナーの攻略動画を集めたビナーの攻略リストを概要欄に載せておきますので、事前にエクストリーム以降の参考動画が欲しい方はぜひこちらも見てみてください。大決戦の時のビナーの動画も概要欄に置いておきます。それでは早速やっていきましょう。はい、まずエリア適正から解説していきます。今回は、ビナー市街地戦になりますので、市街地戦で有利な貫通タイプの生徒をエリア適正別で並べてみました。これおすすめ順じゃないですからね。エリア適正でまとめてあります。 S を見ていただくと、今回ですねメイン火力で活躍するのは、カズサとユズ、このあたりがね大活躍の生徒になります。でいつものミカいけるかなんですけど、ミカはですね適性が D ということで火力がだいぶ下がります。ですが前線で体力もあり敵の攻撃に耐えつつも火力が出せるという意味合いでは全然ミカも強いキャラクターになります。であとはですね複数部隊での攻略ともなればカンナやフィーナといったキャラクターもかなり強いでしょうね。クリスマスのセリナやウイといったストライカーのバフキャラクターも増えておりますので、この辺りも使えそうな気がします。ウイは弾力装甲なんで敵の攻撃はノーマルダメージですね。コストの回復要因と体力があるという意味合いでテリノもおすすめのキャラクターになります。スキルは打たないですけどね。メルも追加されておりますので、複数部隊で何部隊でも使って攻略するという方は、主にトーメントとかですね、活躍するんじゃないかなと思います。で、ずっとですね、一軍で使われているマキもですね、防御力ダウンがありまして、ノーマルスキル枠で敵の防御力を下げてくれる、プラス EX スキルで防御力を下げてくれる、アカレなんかと組み合わせるパーティーがかなり主流になります。それではこれを踏まえて、おすすめ生徒に行こうと思います。はい、こちらがおすすめ生徒の一覧となります。で生徒の周りに色をつけておりまして、これは生徒の防御タイプに対応してます。赤色は軽装備、オレンジは重装甲、青は特殊装甲、紫は弾力装甲となります。で今回ですねビナーの攻撃タイプがインセイン以降は貫通となりますので、軽装備が有利、弱点は重装甲の生徒となります。かなり火力を出せるねカズサが重装甲なのがかなりネックですね。敵の全体攻撃で落ちてしまう可能性がかなり高いです。でビナーに関しては結構範囲攻撃がありますので、レベルが足りない方や高難易度のトーメントをチャレンジされる方は体操服の優雅だったり水木の雫、小鳥なんかもバリアが張れておすすめのキャラクターたちとなります。移動もできますからね。あとは単純に回復力が高いのどかですとか小春もおすすめなんですけども、ただ小春は重装甲なので注意が必要です。で前回の市街地戦のビナーで使ったパーティーはこんな感じですかね。インセインだとこんな感じになります。結構王道な編成だと思います。まあ、ここにねちょっとウイが入ってきたりはします。アカネで EX スキルで防御力ダウンをかけて、マキのノーマルスキルでさらに防御力ダウンをかけて、アコヒマリのかけたカズサで叩く、そんな感じですね。防御力ダウンが1つでもかかってないとダメージがガタ落ちしますので、どちらの防御力ダウンも必ずかかってる状態で叩くのがポイントだったりします。結構シビアですね。チェリノはコスト回復要因で入れているだけです。コストの回復要因のところでウイなんかもねコストを半分にしてくれるんで、かなりおすすめのキャラクターになります。スキルも回せますからね。でマキがノーマルスキルでの防御力ダウンをかけてくれるキャラクターなんですけど、アズサも同じようなねスキルを持っているんですが、アズサはちょっと重装甲なんで、さらに攻撃タイプも合ってないですし、やはりマキが優勢となります。ただ複数部隊でやるんだったらノーマルスキルの貴重なデバフ要因になりますので、アズサも使われる方も多いでしょう。メインのアタッカーはカズサやマキ、ユズやミカのあたりが使われていくんじゃないでしょうか。おすすめキャラクターもこんな感じですね。実際に開催されましたらまた動画を作ろうと思います。それでは今回はこの辺で、良ければ高評価も押してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。